これから SAP Business One のダッシュボード機能を紹介します。ダッシュボードのカスタマイズがいかに簡単かを見ていただけます。SAP Business One を起動するとコックピットが表示されます。コックピット画面では一連のタイルにてビジネス全体の概要を確認することができます。この画面には事前定義された特定トピックに関する BI レポートを表示するダッシュボードや KPI、主要業績評価指標、 さらに販売管理、購買管理、財務会計業務のプロセスを示すワークベンチなどを表示することができます。ワークベンチを使うと、この左側にあるメニューを使わなくても、任意のアイコンをクリックするだけで、プロセス内の関連するステップを実行することができます。このコックピット画面は、右上にあるエディットボタンを押すことで簡単にカスタマイズすることができます。 個々のウィジェットをドラッグドロップするだけでスクリーン上の好きなところに移動することができます。また自由にウィジェットを追加または削除することもできます。まず右上にあるプラスボタンをクリックし、ウィジェットギャラリーに行きます。ここにはたくさんの事前定義されたダッシュボード、主要業績評価指標などの ウィジェットが用意されており、簡単にコックピットに追加することができます。今回は未処理受注の数というウィジェットを追加したいと思います。ここをクリックして、左上の矢印ボタンを押します。するとコックピット画面に戻ります。コックピット画面をスクロールすると、未処理受注の数というウィジェットが増えていることがわかります。 もちろんドラッグアンドドロップで好きな場所に移動することもできますもしこのウィジェットをコックピットで見る必要がなくなった場合にはウィジェットを選択し赤い右下のゴミ箱のところまで持っていくことで簡単に削除することもできますそしてここを押してコックピットを更新します このようにウィジェットを追加して設定を保存すれば、このコックピットにて、いつでも SAP に入っているデータを好きな形でリアルタイムに見ることができるようになります。以上が SAP Business One のダッシュボード機能の紹介となります。